おもれ。じわじわ。絶対おもれ。じわじわ。絶対おもれ。じわじわ。絶対おもれ。じわじわ。締めちょう。どうも、ジオさんです。ザッ！チャンネル登録1000人達成、おめでとうの会。はい。ってことでね、サムネイルにあるように、チャンネル登録を1000人達成いたしました。本当にありがとうございます。まさか自分がここまで来れるとは思ってもみませんでしたが、これもね、僕のチャンネルを見てくださる皆様方、そしてね、評価、コメントしていただいた方々、こちらのね、人、本当優しいですね。本当にありがとうございます。これからもね、変わらず応援してもらえたら本当嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。はい。ってことでね、今回、僕が YouTube 始めて、1000人達成するまでにですね、Twitter や Instagram とかでですね、交流深めていただいた方や、僕のリアルの友達で動画のことをアドバイスしてくれたり、頑張ってねとかで応援してもらったりとですね、本当いろんな方にお世話になったんですよね。そこで、僕がね、特にお世話になった人をですね、10人を感謝も含めてご紹介させてもらおうかなと思ってます。こちらはね、ご本人にも許可をいただいておりますんで、一人ずつご紹介させてもらえたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあまずはですね、こちら。ダン！フォレスト森山小屋さん。あれ？変わってる？山小屋さん呼んでたんですけどね。フォレスト山小屋さんです。こちらの方はですね、X で知り合いまして、YouTube のゲーム実況をしておられて、こういう感じで、はい、YouTube、山小屋さんの YouTube チャンネルなんですけども、基本的に生配信をね、行っております。で、今もね、ちょっとライブ中ですね。で、毎日ね、生配信されてるんですよね。あとは、動画でも、バイオハザードとかね、そういうのをやっていただいて、すごい面白いですよ。声もいいですからね。言葉のワードとかもすごい面白くて勉強になるんですよね。で、なぜまず一番手に山小屋さんかと言いますと、僕に一番最初にコメントをくださった方なんですよね。で、これがね、すごい嬉しくて、で、しかもそのコメントがいい声ですねっていう風に声をね、褒めていただいたんですよ。で、結構ね、コンプレックスだった声を褒めてもらえるっていうのはものすごくね嬉しくて、うわなんていい人なんだろうっていうのを思ったのが最初ですね。で、そっから山小屋さんね、毎回僕の YouTube の方にねコメントをいただけるんですよ。本当にねありがたいですよね。だからね、皆さんももしよろしければね、山小屋さんのゲームチャンネル見てもらって、で、このチャンネル登録とこちらのフォローよろしくお願いいたします。はい、続きましてはこちら、ベン、マグロ猫さんですね。マグロ猫さんね、VTuber なんですよね。まあ、さっきの山小屋さんも VTuber なんですけど、フォロワー数とか見ていただければわかるんですけど、ものすごいね、フォロワーの数も今いらっしゃってですね。はい、こちらがマグロ猫さんのチャンネルなんですが、見てください。チャンネル登録者数も5000人超えてるんですよ。で、マグロ猫さんのゲームチャンネルも、基本的にライブが多いんですよね。で、ライブ多くて、で、そちらも何回かね、覗かしてもらって、見に行ったりして、コメントも打ったりしてるんですけども、ゲームね、いろんなゲームやられてるんですよね。ここにあるよ、ね、メタルギアソリッドとかですね、歌ってみたもやってます。マグロ猫さんもね、みんなを楽しませるっていうのがね、ほんと上手です。ついついね、聞いてたら笑っちゃったりしてるんですよね、僕も。で、声もね、可愛いんですよ、本当に。で、きっかけはですね、これもですね、YouTube のコメントをですね、マグロ猫さんからいただきまして、こんな5000人も超える方が声をね、褒めてくださったんですよ。いや、本当にありがとうございます。で、それをね、嬉しすぎて僕もチャンネルの自分の概要欄に褒められたんですっていうことを書きました。嬉しくて。それと、YouTube で初めて配信やろうと思って、準備としてテスト配信をねやってたんですけども、で、一人でああでもないこうでもないとね、独り言言ってたんですよ。そしたらね、マグロ猫さんがコメントをね、この生配信中にコメントくださって、僕がテストしてる声に対して全部回答してくれたんですよ。で、あれがねあって、こんなに優しい方いるんだと思いながらですね、で、その時ね、マグロ猫さんのこと全然わかんなかったんですけども、で、その後、ね、チャンネルの方に遊びに行ったら、ものすごいファンの多い YouTuber の方で、まあ VTuber の方で、
俺そんな人からこんなアドバイスとか生配信のね手伝いをしてもらったなんてね、ちょっと感動しましたね。それから僕はねマグロ猫さんのねファンになりました。いやこちらもですね、ぜひねチャンネル登録とメンバーになってもらってですね、でフォローもねしてもらって、ぜひね皆さん聞いてほしい一回はね、ほんと楽しいですよマグロ猫さんのチャンネルもね。はい、続きまして3人目はこちら、バン、宮代真代さんですね。真代さん途中からねメッセージのやり取りしだしてですね、最初は分かんなかったんですけど X で知り合いました。真代さんと出会ってですね、私が覚えたことはショート動画です。もう真代さんがショート動画上げてショートはこんだけ伸びるんだよっていうことをですね X で書かれてですね、で僕も真似しようと思ったですねきっかけの方なんですよ。でこの人が僕にまずショート動画っていう道を開いてくれた方なんですよね。僕のチャンネルってショート動画ばっかり見られてるんですよ。で普通の動画あんま見られてないんですよね実は。真代さんの動画ってこういう高校生クイズとかこの絵日記とか、僕が好きなのは、僕が好きなこの出会いやかしてみたみたいな、こういうやつですね。これも面白いですよ。面白いし、これ声がいいんですよ。で、この大変身ってやつもね、このアイコンが変わったんですけど、これもすごい可愛くてね、この喋りがね、上手です。面白い。これね、柔らかい喋り方されててですね、聞き取りやすいです、本当に。ワードセンスもね、やっぱね、いいんですよ。その、理由としてこの頭の良さがね半端じゃないですよ。このショート動画にもねあるんですけど、これですね一番見られてる 1.2 万回の視聴されてるショート動画、これすごいですよ。全く読めなかったですもんね。これ全部答えてますから、ね、すごいですよね。天才なんだね言われて。でこういう宮代真代さん、僕のショート動画きっかけの人なんでね、ぜひね皆さんこのチャンネル登録と X のフォローよろしくお願いいたします。続きまして4人目がこちら、ベン、夢心地チャンネルさんですね。現在455人、こちらもですね X で知り合いました。で夢心地さんもこの455人って言ってるところもですね X でたまたまお見かけして、ショート動画をですねバンバン上げてらっしゃって、その過程でどんどんチャンネル登録者数さんがね増えていったんですよ。それで先ほどのマシロさんと別にですね、夢心地さん単独にですね、聞いたんですよね。どうやってそんなに登録者数増やせるんですかっていう話をしたらですね、まあショート動画作ってますよというお話から、私の場合はこういう風にやってるんで、それがいい感じで結果としてついてきたと思いますっていう風にですね。だからこう、過程をですね、全部ね、細かく教えてくださってですね。でしかも、基本的に皆さんのゲーム実況を応援したいというお方なんですよね。すごいですよね。だから僕のやつもご相談したら、チャンネル登録お願いしますねっていう X で投稿してくれたりとかして、すごいんですよね。僕のショート動画が伸びるきっかけを作ってくれた方ですね。この度はね、本当にありがたかったですね。これなかったら多分今ないですね。本当に。夢心地さんと連絡取ってなかったら今はないですね。夢心地さんのチャンネルなんですけど、モンハンを最近やられてたんですよね。こちらもライブ配信が多い方ですね。ライブ配信もし動画も上げてますね。あ、ナイトメアとかもやってますね。モンハンのちょっとねイメージはあるんですが、でいろんなゲーム以外も出されてて、すごい和やかなゲーム実況になってます。お子さんがおられる方と一緒に見られたらねちょうどいいかもしれませんね。僕はねよくショート動画をちょっと拝見させてもらってます。でこの辺とかねもうこういう視聴回数が高いのもね全部見て、あ、なるほどって思いながら自分でやってましたね。いや本当にねありがとうございます。その説はね本当にありがとうございます。もう助かりました。やっぱりね誰かに発するっていうことはいいですね。本当に仲間がいるっていうのはねこの夢心地さんで教わりましたね。はい、ってことなんでね、夢心地さんのチャンネル登録と X のフォローよろしくお願いいたします。あ、次の方はこちらです。バン、キミツさんですね。はい、キミツさんの YouTube チャンネルはこちらで、チャンネル登録者数580人で、キミツさんもライブ配信を中心にやられております。で僕が好きなのはこの動画この歌ってみた、これ最高でした。本当
で、ライブ配信も、よくね、時間が結構合うんで、見に行ったりしてたんですけど、おもろいんすよ、本当に。なんでそんなワードたくさん出てくんのっていうぐらい、楽しませるんですよね。ひみつさんね、誰に対しても気さくな対応を取られてて、いつもね、楽しそうに配信してらっしゃるんですよね。なんでこの人こんなに毎日楽しくできるんだと思ってね、とても尊敬してます。もしね、近くに友達としていたら最高の仲間になりそうなんで、そんなキャラクターがいいですよね。で、マシュマロをよく投げてらっしゃるんですけど、そのマシュマロの返答とかもね、この X とかで見れるんですよ、キミツさんのね。で、このキミツさんのマシュマロの返答とか見てたらすごいんですよ、本当に。うわ、すげえなーって。ちゃんとね、その悩みに対して真摯に聞けて、ちゃんとした回答を出すんですよね。で、こうした方がいいとかそういう風に決めつけるんじゃなくて、こういう経験もあるからこうしていく方があなたのためじゃないっていうような柔らかい言い方されてて、この人なんか人生経験すげえんじゃねえかなって思ったんですよね。で、ゲームやってみたら、ゲームやってみたら、ものすごい喋りも上手ですし、ちょっとね、見てほしいのが、ね、一個あるんだよね。僕が好きなのは、このライブ配信のですね、このライブ配信のですね、僕が好きなのは、このライブ配信のこのドントスクリームってやつですね。キミツさんのこれめっちゃおもろいからね、ぜひ見てほしいですね。まあ、他にもね、見たら楽しいのたくさんありますよ。まだ見てないんですけど、8番出口とかね、多分。あ、もう、キミツさんの8番出口でしょ、もうおもろいじゃんってなりますもんね、もう。ぜひね、ちょっとね、また見てみようかなと思ってます。ってことでね、キミツさんにご相談がある方はね、チャンネル登録もらってメンバーにもなってもらって、X のフォローもよろしくお願いいたします。はい、続きましてこちら、バン、おこたさんです。はい、おこたさんですね。おたつの沖縄って書いてますね。おこたさんもですね、チャンネルページ見たらですね、チャンネル登録者数が1000人超えております。でこちらの方もですね、ライブ配信を中心にされてる方なんですが、まずね、声がマジでいいっすよ。本当に。すっげえいいから。低音ボイスでね。本当にいいんですよ。これすげえいい声だなって思ってて。で、当時ね、僕、チャンネル登録者数とか60人とか50人とか、全然まだまだの時からですね、おこたさんってもう、1000人近いぐらいのところに いらっしゃってですね。で、一生懸命ツイッターで仲良くなろうと思って、いろんな方々にフォローしたり、フォローお願いしますって言ったりとかね、ちょっとやってた時期がありまして、まあ、そこで繋がったんですけども、やっぱりね、僕のチャンネル登録者数とかフォローを見て判断する方々っていうのがね、何割かいらっしゃったんですよ。例えば、まあ、ブロックとかまではないんですけど、例えば、ポストに対してコメントを打って僕だけコメントがないとかね。だからそういう方のチャンネルを見に行くと、500人とか600人とかやっぱいらっしゃって、あ、だいぶ下に見てんだろうなって思ってたんですけど、おこたさんって僕が全然チャンネル登録いないのにコメントとかの返信とかで、僕の X のポストにもちゃんとコメントとかしてくださって、この人すげえなって普通に思いましたね。こう見てくれる方を大事にするのって多分そこだと思うんですよね。で、当時ね、この V じゃなかったんですよ、出会った時って。で、今年ぐらいから V になりました。はい、1月11日に VTuber に転生したと書いておりますが、でその前はこの、こたつのキャラクターで、基本的には V がなく映像だけだったんですけど、僕も VTuber なりたいなって思ったきっかけの人がこのおこたさんですね。まあ、ええなぁと思って。ただ、僕にはおこたさんみたいな低音ボイスもないし、先ほどの皆さんのようなワードを使えるような自信もありませんので、今のところ VTuber やることはないと思います。ただ、おこたさんのね、やつもね、落ち着くんですよ、声がね。で、笑がしてくれます、ほんまに。ホラーゲームとかね、見てたらね、面白いですよ、ほんとに。この赤狼とかね、なんかそういうイメージあったんですよ。バイオとかね、アウトラストとか、この辺もやってらっしゃって、とにかくね、声がいいんでね、何でもハマっちゃいますよね。どんなゲームでも。女性だったらね、このいい声がね、マジで子宮にこだましますよ。本当に。で、ホラーゲー配信も、おこたさんの声があるから怖い場面でも見れちゃうんですよね。なんかね、
心強い仲間がね、隣にいる感覚で見れるんですよ。で、アークとかね、フォロワーさんの名前つけたりとかね、このユニークな発想のお持ちで、この方もね、ほんとファンの方多いんだろうなっていうふうに思いました。だからそんな声が聞きたい皆さんは、チャンネル登録、小田さんのチャンネル登録と、小田さんのフォロー、よろしくお願いいたします。続きまして、こちら、ベン。ユーのゲーム部屋さんですね。ユーさんって呼んでおります。ユーさんのゲームチャンネルはこちらになりますね。チャンネル登録者数は550人ですね。ついこの間500人だったんですね。もともと前職保育士さんでして、動画を見るとですね、声がね、やっぱ優しいんですよね。だから入り込みやすい声をしてらっしゃいまして、じゃあなんでユーさんをここで紹介するかっていうと、この500人になった時に、自己紹介動画を上げたんですよね。これですね、僕のきっかけ。あ、俺もなんか記念配信しようって思ったのが、このユウさんの自己紹介文なんですよ。で、これを見て、この1000人ともやろうって決めて、今があります。これ絶対やった方がいいなって思わせるぐらいの感じでした。まあ、僕はね、30秒じゃないんですけど、皆さんの紹介がありますので、これすごかったですね。やっぱ声もね、聞き取りやすいし、いい声してる、やっぱり。まあ、子供をあやすようなね、声ってね、なかなか出せないと思うんですけど、それができてるのがユウさんですね。チャンネルは、基本的には、ユウさんもライブが多いかなって感じですかね。最近は動画あんまり出されてないですけど、ライブが多い感じですかね。で、コラボも多いですよね。コラボも結構やってらっしゃるんで、皆さんもね、こちら、ぜひね、見に来ていただければと思います。で、このね、30秒動画絶対見てください。ほんといいから。俺結構刺さりますよ。僕は刺さりました、だいぶ。はい。ってことでね、ユーのゲーム部屋さんのチャンネル登録と、X のフォロー、お待ちしてます。よろしくお願いいたします。はい。続きまして、こちら、ベン。ボブさんっていう。こちらはですね、YouTube のプロデューサーさんをやってらっしゃるんで、YouTube はないんですよ。けど、X で、龍が如くシリーズの動画を上げてるんですけど、毎回ですね、動画に対してコメントをくださる方なんですよね。で、こういう肩書きの方って、すいません、ボブさんを悪く言ってるわけじゃないんですよ、これは。こういう風に、何々プロデューサー、なんか、例えばブログなんぼとか、そういう方いらっしゃると思うんですけど、毎回ね、フォローしてメッセージが来るんですよ。で、どうですかとか、なんかいろんなこと聞かれるんですけど、あれがね、ちょっと苦手でしてね。で、最初ね、ボブさんにフォローいただいた時に、返したらですね、そういう文面来るのかなと思ったら、全然来なくて、むしろその龍が如くの話をですね、このツイッターの中でできてるんで、あ、この人全然違うなと思って、で、龍が如くの主人公の話とかして話があったっていうことなんですけど、ただ今からね、多分ずっと一緒にこういう関係性を築いていける方なのかなと。で、僕もね、なんか YouTube のことで困ったら相談していきたいなっていうふうに思ってます。で、ボブさんもね、YouTube プロデューサーしてますんで、皆さん、YouTube のこと何かあれば、ボブさんに聞いてもらったらいいかなと思いますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。続きまして、こちら。ベン。コウさんですね。コウさんはですね、はい、YouTube こちらですね。コウさんはゲーム実況と歌ってみたとかね、やってらっしゃる方で、この歌ってみたを聞いたんですけど、ま、歌上手ですよ。ほんと、うまい。で、動画はこのスパイダーマン。スパイダーマンを上げてる印象が僕は強いですね。スパイダーマンがお好きなようでですね、この Twitter にもそういう風に上がっておりましたね。で、コウさんを紹介する理由としては、僕はコウさんのテロップですね。動画に対するテロップの差し方、これがすごい上手で、これを僕は真似しようと思って、今頑張ってます。全然違うんですよ、やっぱり。で、やっぱセンスあるなっていう差し方するんですよね。どうやってやったらいいんだろうっていう。で、喋りもですね、関西弁混じりで、すごくね、微笑ましい感じになりますよ。笑いもありますしね。ワードセンスもいいし、で素晴らしいなと思います。個人的なイメージは、ロックって感じを受けてたんですけどね。X の絡みで、そんなことなくてね、親近感が湧く
会話をねしてくださいました。でね、さらにね、絵が上手くてね、僕は絵のセンス壊滅的に悪いんですけど、それでもね、そんな僕でもめちゃくちゃ上手いってわかるクオリティなんですよね。でもしね、よかったら、コウさんがよかったらですけど、まあ、関係性をね、構築できたらいつかね、僕もね、立ち絵を頼んでみたいなーっていうぐらいのクオリティなんで、そんな方ですね。だからね、僕はね、コウさんの動画を見て、どん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 研究しようかなって今思ってます。ぜひね、皆さんもね、このコウさんのテロップとかね、動画の編集内容とかね、全部チェックしてみてください。ほんと、クオリティ高いですよ。まあ、僕が言うのは変ですけどね。ぜひね、チェックしてみてください。で、この歌ってみたもね、ぜひ聴いてみてください。ほんと、歌上手ですからね。なので、皆さん、コウさんのチャンネル登録と、フォローの方、よろしくお願いいたします。次が最後ですね。最後の方はこちら、ベン。小三郎さんです。はい、小三郎さんの YouTube チャンネルはこちら。チャンネルは123人ですね。はい、小三郎さんは何と言っても、ワードのセンスです。X でも、この小三郎の作業しながら見てほしいゲーム実況、こちらの雑談配信とかね、このショートとかもね、ずっとね、喋れるんですよ、この方。で、ちょくちょく出てくる言葉のワードとかもセンスが良くてですね、あ、これは真似できねえなっていうような面白さを会話でしてくれるんですよね。この YouTube とかも出してらっしゃるんですけど、ホラーゲームがホラーゲームじゃないんですよね、この方。すごいっすよね。そういう方ってあんまいないと思うんですけど、やっぱ怖くないんですよね。ホラーゲームとしては終わりですけどね、そうなったら。ただ、その会話が面白いんで、いくらでも聞いていけます。で、小三郎さんもショートを出して、チャンネル登録者数が増えていったっていう経歴がありまして、で、僕もそれをきっかけとしてやったっていうのもあります。だからね、小三郎さんのおぼけをいつも楽しみにしてる自分がいます。なので、X でずーっと、アブロさんの何かツイート、ポストがあったら、基本的には見て、いいね、いいね、押しまくってます、僕も。まあ、そんな感じなんで、ぜひね、小三郎さんの X のフォローと、YouTube のチャンネル登録、で、この雑談配信のね、ショート動画とかね、ぜひ見てほしいなと思います。はい。以上で、僕の YouTube のお世話になった方々のご紹介を終わろうと思います。次の記念配信っていうのは全然予定してないんですけど、まあ、またね、なんかのきっかけでできたらいいなって思ってます。最後にね、先ほど紹介した皆さんのね、チャンネル登録と X のフォローもよろしくお願いいたします。すべてね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひね、チェックしてみてください。そしてね、今ご紹介いただいた方もそうなんですが、チャンネル登録していただいた方、それといつも X でね、いいねとかリポストとか全部してくれる方、本当に今までありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ザッってことでね、終わろうと思いますんで、次はね、また動画でお会いしましょう。それではお疲れ様でした。じわ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